こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルは、ウィンナーオムレツ、ウィンナーオムレツですね。サムネイルはウィンナーオムレツ、主食はポン酢うどん、ポン酢うどん、おかずの一つですね。鶏むねポン酢、鶏むね肉のポン酢焼きですね。鶏むねポン酢で、ウィンナーもやし炒めですね。ウィンナーもやし炒め、今日はちょっと最近にしては量が多いですね。はい、肝心の体重です。今日はね、水分抜きしました。朝ちょっと水分取っただけで水分抜いてます。これをやるとね、確かね、僕の記憶では体脂肪、特に肝臓のグリコーゲンなんかが溶けてくれるという話やったんですけど、どうでしょう。体重 55.6、 体重 55.6、 昨日より 300g 減ってますね。体重 55.6、 体脂肪率 14.8、 基礎代謝 1277、 内臓脂肪レベル5、筋肉量 44.9、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5。 もう一度、体重 55.6、体脂肪率 14.8、 内臓脂肪レベル5です。もう一度、主食は、ポン酢うどん、釜揚げうどんにポン酢かけてます。で、サムネイルは、ウインナーオムレツ、おかず、鶏むね肉のポン酢、鶏むねポン酢ですね。ウインナーもやし炒め、以上です。今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。